波、跳ね返った波に乗って、お家にもお邪魔させてもらっちゃってます。すいません。お邪魔してます。見てください。キープ。エンシニタスのウェルカムの看板です。ここスワミスに降りていく上、まあカリフォルニア本当にね、山とか丘とかね、坂がすごい多くてですね、ここもだいぶ下りの坂なんですね。今坂の上です。あの金色のがなんか瞑想リラクゼーションスペースだそうです。なんか入れるみたいなんですね。庭園も中にあるみたいなんですけど、どうかな、ちょっと見てみようかな。国道101に行くにはこの線路を、ここはくぐって行きますね。植物も全然違うから面白いですね。自転車がすごいんですよ、みんなやっぱりすごい。ビーチも走れるやつで、めっちゃスピード出るっすねこれね。すごい木のモアイ像があります。ここがスワミスですね。天使に立つ。めっちゃ何の花かなこれ。バラっぽい花が咲いて、綺麗。ここは駐車場になってて、俺の車はちょっと入れませんね。これ駐車スペースが小さくて。十分巻いてるよ。スワミスサーフィングメモリアル。すごいねこの波みたいな。でポイントはこの下ですね。右の正面からレギュラーがブワーッと割れる。冬はなんかトリプルぐらいの乗れるみたいですね、ここ。ちょっとあっち行ってみましょう。やっぱりこの北うねりが綺麗に開いて割れる地形になってますね。今日は小さいので、まあロングだけかな。あっちが南側です。隣にあのパイプが突き出てるパイプスとか、もうちょっと行くとカーディフリーフとかあります。エンシニタスです。めっちゃ気持ちのいい岬です。夕日の時間もまた最高なんですけどね。ちょっとまた夕日の時に来てみたいと思います。
か雰囲気のあるサーファーの車がいっぱい。これ1万ドルだったらめっちゃ安くないですか。このモアイ像すごい、まあ、2個あるんですけど、あっちちょっと新しめで、こっちはちょっと朽ちてきてます。結構でかいです。スワミス、めっちゃ金色、まあ、ファンに住んでる人いましたね。セルフリラクゼーションメロシ、入り口は215。垣根もなんか花咲いてますね。こういうの花咲いてるの初めて。入り口が分かりません。鳥がいっぱい鳴いてて気持ちいいな。こういうお庭になってるんですね。はい、気持ちいいね。池もありますね。鯉がいます。あ、結構大きな池なんですね。こっちまで。これは癒されますね。すごい、なんか日本庭園ともちょっと違う感じだけど綺麗だな。されてる方がたくさんいます。みんななんかくつろぎスペースがたくさんあっていいですね。キープはということですね。めっちゃ見て眺めいいんじゃねえの、もしかしてここ。そこスワミスですね。もう一度咲いてて、いい感じだね。やば、めっちゃいいスポット空いてた。これ瞑想しちゃいましょうかね。この101線沿いにはいっぱいサーフショップがあります。これもサーフショップですね。レストランもあって、まだちょっと、ちょっとあっちのサーフショップに行ってみたいんですけど、ほらチャリンコがいっぱい。いや、電動チャリでどこまでも行けますね、子供たちも。いいね。ちょっとサーフショップに行ってみます。いいサーフショップだ。人気の服なんじゃないでしょうか。素敵なシャツがいっぱいありますね。いい色。これは69ドル、70ドルぐらいですね。これフロリダでも見たな。
なんか大会の時にこれ置いてますよね。すごい数の三段だ。いいサーフショップだね、やっぱりね。モモリアルデーセールスタート5月27日。ビール1962年に開いてた店ですね、これ67年の天使に出す。こういう短いのも楽しそうだな。これはフィン、あー5個5フィン用ですね。これまたすごい幅だな、これ5-2のスイートポテト。へえ、これもフィン5本用、まあ、5本させるやつですね。すごい幅ですね、もう最近のは。こういう形のもあるんですね、すごい。フィッシュテールのすごい幅ですね、これ。じゃあいっぱいあります。出たこのトリッキーなやつね、して遊ぶやつね。ウェットスーツもめっちゃあります。ジュニアウェットスーツ子供用 30% オフ。これぴったりかもしれない、ぴったりかもしれないけど、これかぶってないけど、ここね、まだね、ぴったりなのかもしれない。暑いですね。が多いんですよね、やっぱこの瞑想のなんかあれもあるからかな。さっきよりだいぶ日が傾きました。人も少ないですね、波ないから。こっから軽く見てロングボードで1,2,3,4,5,6 人ぐらいしかいない。いいかも。ちょっとあの音のところ見に行ってみましょうね。全然なんかたまにでもいいの来るんだよな、あれとか。全然乗れそうですよね、あの線路とか。あれだったら全然乗れるやん。しかも人少ない、
階段から降ります。これがね結構長いんだ。うわー、なんかいいの来てるよ。何これ、めっちゃいいの来てるけど長い。うわー、いいレギュラーだー。なんか全然ショートでも乗れるな。これしかも人少ない。最高。ちょっと急ごう、急ぎます。私あと日没まで、サンセットまであと1時間半ぐらいですかね、しかないので説得きますね、全然ね。うーん、胸ちょいあるかな。なんだ、来るじゃん。全然潮が上がってきたからかな。一応ここシャワー浴びてます。笑顔返してくれちゃうんですよね。なんか写真撮影してる人いますね、崖の上で。いいね、気持ちいいんだね。洞窟もあります。ちょっと岸がないんでここで準備運動して、まあなんか岸を守るためでしょうか、石が積み上げられて。ここから出ます。バックウォッシュ激しい。浜石と砂な感じですね。ここでね、爆発してるんだ。これで遊んでるんだな。すごいバックウォッシュ。どうやって遊ぶのこれで。あの跳ね返る波に乗るのか。すごい遊びしてます。内からの波、跳ね返った波に乗って、おーで、こっちからも波に当たれる。じゃあ今録画したんで。エンシニタスのスワミスで入ってたら、出会わせていただいた皆さんです。そしてお家にもお邪魔させてもらっちゃってます。すいません、お邪魔してます。いや、ね、ただ綺麗な奥さんとなんかすごいお家で、あのサンディエゴのお寿司屋さんのお名前が、オトトですか。はい、オトト。ローマ字、の TO TO です。TO でと、ラーメン屋さんもやってらっしゃるっていうんで、ノザル。あ、じゃあちょっと私後で行きますから。お待ちしております。ヒロさんの遊び部屋、これチャリまた3台もあるっていう、この電動で。すごいなあ。それ新品。新品。これがゴーストですね。ゴースト、うわ、すごい。私の出張のために。うわー、ピカピカですね。出張で新品の板を買っちゃう。
ニックネームでちゃんと書いてもらって、ちゃんとフィン間違って FCS 買ってない、買ってない、明日はいいよ絶対、いやなんか先っぽがさ、いやまた面白いね、明日ファイブがなんかボリュームある、5、6フィートぐらいになるらしいから、ね、これ5、3今日のこれ、あ、5、3なんだこれね、ヒンヒンのキャッシュ、あ、キャッシュだったんだ、いいね、これ僕の友達です、面白そう、めちゃくちゃいい波ですよ、いいターンですよこれ、あ、そうなんだ、キャッシュすごい変わったな、面白そうな、これもキャッシュです、これ5、3です、へえ。これか、今日社長にあげたこの、あ、マイケル・バロン、あ、でも MB も入ってるんだね、これマイケル・バロンでしょ、マイケル・バロンの、うん、がなんか作った、うん、なんて言ってたっけ、これあれだよ、EPS のね、あのファイゼルのシャドウでした、あ、ほんとかな、うん、ファイゼルをこっちのカリフォルニアで作ってる人、またシャープアイはなんかやっぱりこのカリフォルニア感ありますけど、これは僕の友達が日本に下ろしてるんですよ、シャープアイジャパンやってるんですよ、あ、そうなんですか、うん、シャープアイはね、でもやっぱり人気っすよ、本当にやっぱ日本では相当だそうね、あの持ってった方がいいんじゃないですか、いや乗れない、自信ない、俺でも正直このハイパフォーマンスボードもう数年乗ってないんですよ、これ俺3回乗ってないんです、もうペラペラすぎるんですか、あ、このシャープアイ3回、この、うん、これもサイファイ、ファイアーワイヤー、あー、これも3回5回ぐらいしか乗ってないです、スワミスの冬がいいですよ、すごいよね、10月ぐらいから、あ、4月ぐらいまでかな、遊び部屋やばいですよ、スノーボードもあるんですね、嫁元スロー元スポーツプロです、あ、そうなんですか奥さん、あ、そうなんだ、いまだに俺より、俺は勝てない、あー結構練習日曜日のためにちょっと練習皆さんまた明日お会いできたら、お待ちしてます、はい、しまし、トラステルズで、トラステルズに、ごちそうさまでした、大変です、めっちゃ夜です、見てください、何これ、キープ切られてる、キープ切られてる、ガッデム切符切られました、見てください、ノーパーキングアフターサンセット朝の6時までダメ、木だね、だってこれがね、これがね、はい、見てみましょうね、はい、78ドル78ドルの罰金です、いやーもうでもね、切られちゃったのはしょうがないんでね、もうね、これはね、ここに戻して、このまま今日はここで寝たいと思います。78ドルの宿。ここ挟んどかないともう一回他の警察に切られるかもしんねえから、寝させていただきます。78ドルの宿です。最高です。海も近いし。おやすみなさーい。